バンクーバーオリンピックまであと329日と17時間となりました。そして来週はロサンゼルスでいよいよ世界フィギュアが開幕します。バンクーバーオリンピックでの各国の出場枠を決めるというとても大事な試合です。はい、今出てますかね、その出場枠、日本から3選手が参加するんですが、上位2人の順位の合計が13位以内なら3枠を確保することができるということですね。さあ、日本からご覧の3選手が出場しますが、今日は3つ目の枠を確保するためのキーマンとなる小塚崇彦選手に注目します。自身以外に頼れるものはないと思ってます。鍵を握る男、小塚崇彦。全日本フィギュアでは織田信成についてに位、そして四大陸選手権では表彰台に上がるなど、今シーズン乗りに乗っている20歳の新鋭だ。今シーズン、そこそこの成績を取ってきたといっても、去年僕は8位だったわけですから、世界選手権で、そこはまだ挑戦者っていう気持ちは絶対に忘れちゃいけないところだと思ってます。初出場の世界選手権では堂々の演技で8位入賞、周囲の期待に応え、日本男子代表枠3枠獲得への立役者にもなった小塚。世界のトップと肩を並べ、今シーズン急成長を遂げたが、4回転ジャンプだけでなく定評のあるスケーティングに加え、プログラムも見直すなど、小塚の世界選手権にかける思いは人一倍熱い。自信をつけてその試合に臨めれば、またジャンプの安定につながると思うので、それでまた結果はだんだんついてくると思ってます。自分のため、そして日本のため、今小塚の心に芽生えたのは、誰かの上に立ち、そして誰かを引っ張っていくエースとしての自覚。日本男子フィギュア界の未来を担う小塚崇彦、シーズン最後の戦いに向け狙うのはただ一つ、3枠を取るっていうのが今の僕のモチベーションになってるので、まず3枠を取るっていうのが一番の目標です。小塚崇彦20歳、今その力が試される。はい、自覚もたっぷりですけど、今シーズン急成長した小塚選手、もうね、自身の手で3枠目をもぎ取っていただいて、でなおかつバンクーバーオリンピック代表への目指に近づいていただきたいなというふうに思います。そして何より、前回結果が出なかったこの世界フィギュアという舞台でね、はい、結果を残したいという気持ちがもちろんあると思います。この今シーズンね、怪我で出てない高橋大輔選手であったり、そして復活してきた織田選手であったり、はい、こういった選手がどんどん力をつけて、今度の国内代表争いというのがまた、来シーズン大変なことになるような、そんな形になると思います。